はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。今日もやっていきます。遭遇戦をね、遭遇戦をやりよったっちゃね。で、途中からちょっと再戦で、ちょっと待ってね。で、なんか敵が全部来とっちゃんね。なんか全員こっちに突撃してきて、どうなっとる？ヒルダが、やばいな。あとね、教団兵。敵か。ヒルダがちょっと食らっとるから、待ってね、リシティア、遠距離でまずこいつ殺さないかんな。で、ローレンツもそこそこちょっと来とるっちゃね。私に任せてください。リシティアで1ってなんかなんとかならんか。マリアンヌちゃんちょっと。私ですか。そうやね。ローレンツは守備が6。ヒルダは守備6一緒か。まあ、いや、おでもやばいんか。おでも結構食らっとるんか。ちょっと待って。じゃあリシティアでこいつ弱らせます。よし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 。で、ちょっとヒルダレベル2、ラファエルレベル3。じゃあヒルダで休みたいんですけど。そうよね、ちょっと待ってね。イグナーツで取ります。よし、 OK。 勝てた、信じられません。よしよしよし。で、先生はまあここでいいやろ。まだ回復はまだせんでいい。焦らず戦おう。よね、耐えるしな。先生はちょっと放置でいいね。で、クロードでぼちぼち動くか。ちょっとこれレオにまで届くっちゃんね。それはまずい、まずいけど。さあ、どうするんだ。レオニーはなんかスキルがあったよね。男性の味方と、ということで、ローレンツの隣、本当はここがいいけど、2人から放棄されるときついやろ。
い勝負ができたな。これでいいだろう。はい、当然の勝利でしょうね。これしか取り柄がないんでね。もっと場数を踏まないとな。おかげさんで余裕だったよ。なるほど、こういうことか。悪い気はしないね。おかげさんで余裕だったよ。また付き合ってくれよな。まだまだ不足ですね。まだまだ不足ですね。手応えを感じました。かなりつかめてきたと思いますよ。少し成長できたかも。なんと、主よ、私をお導きください。
もお祈りを。そうですか、私もお祈りをしていたところです。いえ、あの、具体的に何かを祈っていたわけでは。主に感謝を捧げ、加護を願う。私の祈りはそれだけです。では、私はこれで。え？はい。すみません。何を話せばいいのか。人とお話しするのが苦手で、昔からあまり人とは関わってこなかったものですから。それは、いえ、理由は特に、単にその苦手というか、こういう性格なので。ありがとうございます。すみません、こんな私のために時間を取らせてしまって。あの、私のことは気にしなくて構いませんから。失礼します。せっかく歌うなら可愛い振り付けも欲しいな。微妙に音の外れてるやつがいるな。まあそれもまた味ってやつか。この結果なら文句ないよな。努力の甲斐があったな。前よりもうまくやれそうだぞ。少し分かったような。分かってくると楽しいものですね。なるほどね。つかめてきたよ。来たな。先生以外みんな揃ってるよ。騎士団が敵を追い詰めたそうだね。場所はザナド、赤き谷と呼ばれている。盗賊と戦うなんて本物の騎士みてえだ。おで、今から楽しみだぞ。私も腕が鳴るよ。ジェラルト師匠に
立派に成長した弟子の姿を見せなきゃね。ジェラルトさんは一緒に行かないんじゃ。あ、いえ、僕も精一杯頑張りますね。あの、私が行っても役には立たないかと。ま、これは学級ごとの課題なんですから、みんなで取り組まないとダメですからね。リシティアちゃん怖い。まあ、みんなぼちぼち頑張ってこ。口を開く元気があれば大丈夫だろう。出発しようか、先生。コアッパどもを引き連れての戦いか。コアッパが目の前で苦しむのも寝覚めが悪いの。時を巻き戻す力、お主にも使わせてやる。際限なく使いはせぬゆえ気をつけよ。